皆さんこんにちは。すっきりしないこの時期を元気に過ごすために、今回はキムチを使ったがっつりレシピに挑戦したいと思います。先生、発酵食品のキムチって元気になれるんですよね。そうですね、このピリ辛味と旨味とかとってもいいじゃない、はい、それでね、なんやキムチつけるのにはね、そのね、イカの塩から使ったりね、それからサキイカを入れたりとか、家庭ごとにいろいろあるんだって、はい、それから梨を入れたりとかね、フルーツも風味付けにそういう風に使って、各家庭の味があるし、まあ韓国ではよく言いますよね、キムチ用の冷蔵庫があるとか、それから学校給食でも、学校でも必ずその学校の味のキムチをつけて学校給食も必ず出てくるとかね。でそれから私たちの周りにはそのキムチつける方、私出会ったことないけど、都会のお友達を聞くと、お隣さんからもらったとか、なんと手作りのキムチをもらうとかいうことはあるそうですよ。ということで、はい、いろんな材料をつけて、まあ、漬け込んで作る発酵食品のキムチなんですが、乳酸発酵するんだって。でちょっと酸っぱい感じもするでしょ。ありますね、はい、で乳酸発酵することによって、そのイカとかフルーツとか、そういうふうな唐辛子の風味とか白菜とかがこう発酵して、もともとにない栄養素まで作ってくれるので、腸内環境が良くなって、とってもいい食品だ。だから世界五大健康食品とかいうふうに言われるそうですよね。はい、しっかり食べたいような気になったでしょ。そうですね、本当にもうこれから暑い時期にはぴったりの食材ということで、はい、では今日のメニューをお願いします。はい、じゃあそうですね、キムタクそぼろご飯を作ろうと思います。そして豚キムチうどん、そして豆腐とキムチのチヂミも作ってみようかなと思っています。はい、ということで今回はキムチを使ってがっつり元気にいきましょう。まずはキムチとたくあんの名コラボを楽しみましょう。さあまずは相性抜群、キムチとたくあんを使ったそぼろご飯です。先生、キムチとたくあん、面白い組み合わせですね。うん、そうだね、私が学校給食の仕事をしてた頃にも、もう15年も20年近く前ぐらいからキムタクご飯ってあったのよ。で私はたまたま要せんかったけど、今現役の学校給食の栄養士さんに、やってますや言って、で私は今日はですね、キムタクもそうなんだけど、鶏そぼろを一緒に入れて、ちょっと旨味をググッと上げたキムタクそぼろご飯を皆様にご紹介したいなと思っています。はい、はい、材料ご紹介しますね。はい、鶏ひき肉と長ネギで、こちらの方はごま油と砂糖と塩になります。はい、でそして炊きたてのご飯で、白菜キムチ、そしてたくあん、白ごま、それからトッピング用のネギの小口切りをご用意ください。では下ごしらえからしていきましょう。はい、お野菜を切ることがあります。はい、まず、長ネギを粗みじんに切ります。はいはい、それからね、あのキムチとたくあんをお好きな大きさに切っておいてください。はい、大きくそのまま食べたいわっていうんだったら、たくあんも大きめに切っていただいたらいいかなと思います。はい、では早速作っていきます。はい、でキムチとたくあんはそのまま混ぜますが、鶏ひき肉と長ネギは炒めてから混ぜます。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、この中は、はい、ごま油を温めてあります。はい、この長ネギ入れてください。みじん切り一緒に、はい、はいはい、長ネギです。はい、ありがとうございます。普通だったらね、こういう風な鶏ひき肉なんかを混ぜご飯にするときはね、私なんかだったら砂糖と塩油で味付けするかなと思うんだけど、はいはい、今回はキムチとたくあんの色が入るように醤油を使ってない。あ、そうなんですね。そうそう、で白く仕上がるように白ネギで、それから白く仕上がる鶏ひき肉で、豚肉じゃなしにね、豚の赤身とかじゃなしに、はい、でそれで砂糖と塩でそぼろを作るんですね。なるほど。そういう風にちょっとそこら辺があのキムタク、普通のそぼろの混ぜご飯とちょっと違うところかなっていう風に思います。はい、なるほどねと頭に、あ、そうか、醤油入れないんだとか、キムチの赤と黄色が入るんですね。そうそう、そうそう、そういうことですね。じゃあもう少し鶏ひき肉をきちんとあの加熱していきましょう。はい、
そぼろがだいぶ加熱されましたので、はい、調味してください。砂糖と塩入れてね。はい、砂糖、はい、お砂糖です。はい、そして塩も、お塩です。はい、はいはい、ということで先ほど説明したように白いそぼろができました。そうですね、うん、これもやっぱりちょっとしたアイデアですよね。白いものっていうか、あんまりこう他のものを引き立てさせるため の、 あの方法だと思います。はい、じゃあこれでいいでしょう。はい、出来上がりです。はい、こんな感じ。はい、では仕上げていきましょう。はい、ね、はい、ではここに熱々のご飯の上に、はいはいはい、そぼろを入れます。はい、でそぼろのおしゃもじで軽く混ぜておきます。はい、ではどうぞ。いいですか。はい、ではまずキムの方から。キムチ、キムチね、キムチね、はい、タコはね、タコはいきますね、はい、タコです。わあ、鮮やかになりましたね。いい感じやね。はい、あのタコはのこの甘いね、そうそう、食感が美味しいですよね。あのきっとね、キムチの国の方はキムチが美味しいとおっしゃるんですでしょうけど、私たちやっぱりこのキムチの中に甘じょっぱいって言ったらいいんかな、たくあんが入ってるのが何かすごくホッとするのね。ごまもください。いい、ね、はい、今ごまです。ごまもたっぷりですね、うん、はい、いいんですか。いい感じだ、もっと全部入れて、うん、たっぷりです。楽しいでしょ。あ、こんなご飯もいいじゃない。いいです、食欲進みますよ。ですね、なんかちょっとね、あんまりなんか食欲ないかなと思ってても、うん、こういう風なご飯だったらね、ついつい食べる、こうあの食が進む、お箸が進むっていうんですか、スプーンが進むかな、はい、はい、と思います。じゃあこんな感じで出来上がりですね。はい、京子さん美味しそうにできましたよ。本当ですね。お仕上げのおネギですね。そうそうそう、なんだか差し上げたくないわ、私食べたいわ。本当ですね。はい、どうぞ。ピリ辛のキムチとたくあんの甘みが絶妙にマッチ、鶏そぼろも入ってボリューム満点です。ぜひお楽しみください。続いては豚キムチうどんです。キムチの旨味で美味しさアップ、そして食欲もアップします。あのね、キムチが美味しいのよね。だから、ね、いろんな調味料いらなくって醤油とみりんで仕上げるのよ。でしょ、ねえこれいいですね。それがすごい、そう、それがいいなと思っています。はい、じゃあ材料ご紹介しますね。冷凍うどんが2食分、はい、で豚バラ肉、そして味付けは塩コショウ、酒を揉み込んでおきますね。はい、炒め用のごま油、白菜キムチ、はい、こちらの方はお野菜玉ねぎとニラで、味付けは醤油とみりんをご用意ください。では下ごしらえからしていきましょう。はい、一番最初はお肉ですね。はい、そうですね、食べやすい大きさ2センチか3センチぐらいの幅に切ってもらいます。はい、で塩コショウしてもらって、はい、下味、うん、はい、ではまずお塩です。はい、はい、お塩です。コショウも振って、はい、コショウです、ね、それでね、お酒も振って、はい、お酒も、はい、はい、ではお酒です。でね、そこでちょっと、はい、あのラップでも何でもいい、これはたまたま目についたあのビニール袋があったからラップでも何でもいい、もちろん素手でもいいですよ。もうちょっと揉み込んでおくと、あとで味がいいし、その酒の風味がきちんと入っていい感じになります。はい、こんな感じで準備をしておきましょう。はい、はい、続きまして、はい、お隣の玉ねぎ、縦型の千切りですね。それからニラも3センチか4センチに切りましょう。お隣の白菜キムチはきっとそのままで大きいぐらいのサイズになっていると思いますので、そのままです。はい、うどんはね、茹でてさっと水洗いをして準備をしておきます。はい、水洗いするのはぬめりを取っておくためですね。はい、では、はい、作っていきましょうか。はい、もうあのそれこそよく言う焼きうどんの作り方なので普通に作っていきます。はい、フライパンを温め、ごま油を入れて、はい、
温まったかな。お肉を入れていきます、はい。あ、まだちょっとフライパンは緩やかだったようですね。じわじわ、じわじわですね、はい。じゃあこれでお肉が炒まるまで炒めていきます。しばらくお待ちください、はい、ピッピッピッピ豚バラ肉が炒まったので、はい、玉ねぎとニラを入れてください。はい、だいぶ油が出てますね。そうそう、はい、では玉ねぎです。はい、はい、ニラもくださいね、はい、お野菜たっぷりですね。はい、でこれでですね、玉ねぎがしんなりするっていうか透き通るまでもう少し炒めましょう。はい、またしばらくお待ちくださいね。玉ねぎがだいぶしんなりしてきたのでキムチを入れましょう。はい、いきます。はい、キムチ主役です。はい、わ、赤さがいいですね。おいしいよ。でね、もうね、玉ねぎ、ニラがしんなりしてますのでキムチが馴染んだらうどんを入れてもう仕上げますね。はい、一気に辛さが、そうそうそう、ね、あの香りがバーンときてすごい食欲そそるね、これね。ですね。はい、うどんどうぞ。いい、はい、ではうどんです。はい、そうしたらもう混ぜてますので私の上から醤油とみりんを入れてください。はい、はい、どうぞ。いい、はい、はい、ではお醤油です。はい、さらにいい香りが。はい、どうぞ。いきますね。はい、そしてみりんです。本当に味付けシンプルですね。そうなんです。それでね、キムチってキムチ丼とか豚キムチなんかもちょっと砂糖またはみりんを入れてやると旨味が、甘みっていうか日本人の口に合うようになりますね。もう今ギューって旨味がね、おうどんに入ってますね。そうそう、もう終わりです。そうです、以上でございます。出来上がりましたね。はい、熱々のキムチうどんどうぞ。美味しそうです ね、 ね、もういい香りに包まれてます。はいはい、お肉もお野菜もたっぷりキムチの旨味が詰まった豚キムチうどん、ぜひお試しください。最後はキムチを使ったチヂミです。チーズにツナも入って具沢山で楽しめます。先生、これ食べ応えありますよね。そうそう、それからね、粉物の料理をするときになんとなしにお好み焼きしても何してもなんとなしにダマにならないかな、ダマにはならないけど美味しい生地になるかなってなんとなしに思って、はい、で自分で手作りするのやめてチヂミの素とかお好み焼きの粉とかをよく買うんですが、はい、豆腐を入れるとまず失敗しないの。へー、うん、だからこう生地が柔らかくしっとりと仕上がるのでこれはおすすめですよ。はい、はい、ということで豆腐が入ってるんですね。そうそうそうなんです。はい、じゃあ材料ご紹介しますね。はい、はい、お豆腐とそれから卵それから小麦粉片栗粉です。でこちらの方の材料は白菜、キムチ、ニラ、それからチーズやけどこうとろけるチーズですね、ツナ缶です。それからすり白ごまです。ごま油をご用意ください。ではニラから切っていきましょう。はい、切るものはね、うん、ニラぐらいなんですよ。はい、ニラは3センチか4センチかな、お好みの長さに切ってください。はい、でも早速、はい、生地を作っていきましょう。はい、京子さん、ここね、こっちが小麦粉。はい、片栗粉ください。どっちから入れてもいいんやけど、さっき豆腐もらおうかな。はい、お豆腐。じゃあほなも私豆腐自分で入れます。はい、絹ごしなんですね。そうです。それでここで水分ももうこれでだきちんと入りますので、はい。だってお水入れないですもんね。うんうんうんや。本当にこうお豆腐の水分量で。そう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 。
あの作りながら思い出す、例えば白玉団子に豆腐を入れたりしたもちもちした確か作ったことあるよね、はい、とか、あのこの生地を作りながら、あそうやね、お豆腐入れるってもよかったね、お好み焼きのあれにもお豆腐入れると卵が少なくってふわふわするよね、とかいろんなこと思い出しました、はい、すごいですね、こう綺麗にまとまりましたね、はい、じゃ あ, あの溶き卵ください、はい、卵です、はい、でもね、これでチヂミの生地はおし出来上がりです、はい、おこれでいいんですね、もうこれでいいんです、あのリッチなっていうか、まあ、卵も入れるし、はい、あとチーズからツナからおいしいもの、ね、いっぱい入れます、ではニラからいただきましょうか、はい、はい、ニラです、はい、もこもこしてますが具材を混ぜていくと馴染んでいくと思いますのでね、はい、ほら馴染んで生地がこう、そうですね、少しずつあのお野菜の水分とか、そうそう、それでね馴染んできましたので、何からでもどうぞ、はい、はい、キムチ、キムチね、はい、キムチです、チヂミをお店で食べたりすると何かな、ラー油っぽいあのお醤油だったりね、はい、あのポン酢みたいなものがついたりするんですが、キムチとチーズ、チーズ、はい、チーズいきますね、はい、はい、チーズです、チーズもたっぷりです、はい、それからツナ缶も入っているのでね、塩分は特に必要ないというか、つけるものは、はい、必要ないように思います、はい、ツナです、ツナもねいい味出しますのでね、はい、結構油も一緒に、はい、あのそうです、入れてください、はい、気になる方はスープにお使いになる、ツナ缶の、ね、スープにをお使いになるといいと思います、あごまもください、はい、はい、もうどんどんいい香りがしてます、はい、でこれでね、はい、生地というかチヂミの生地ができました、もう流れることなく、そうそう、きれいに、あのお好み焼きの生地はもうちょっと緩いんですが、チヂミはこんな感じですよね、ちょうどいい感じに仕上がったでしょ、はい、はい、じゃあ焼いていきます、はい、生地ができたので焼いていきます、はい、フライパンにごま油を入れるんですが、はい、3分の2まで入れます、はい、3分の1はね、はい、後であの裏返した時に使うようにします、はい、それでたくさんですね、そうですね、結構たっぷりの、縮みってこんな感じなのよね、で、はい、一気に入れます、あごま油のいい匂いしますね、でこれを広げます、はい、フライパンのサイズいっぱいに広げておきます、揚げ焼きじゃないですけど、そうそうそう、みたいな感じ、そんな感じですよ、へえ、そしたら中火で2分蓋をして焼きます、はい、まあこのぐらいなので、はい、もう一度2分設定をします、で様子を見てみましょう、はい、はい、外側が固まってきました、なので、はい、ひっくり返します、はい、滑らすんですね、そう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 、でここへピッと入れます、おいい焼き色ですね、いい感じでしょ、あとまた追加2分蓋をして2分焼いて仕上げになります、お待ちください、はい、じゃあ途中で、はい、途中でごま油を鍋肌に沿わしておきます、はい、でこうやってして2分ですね、はい、ごま油忘れるところでした、はい、2分ほどほら焼きました、美味しそうにできたでしょ、周りがちょっとカリッとしてるのがなんか分かりますね、いい感じでしょ、生地ふわふわですね、そう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 、美味しそうじゃない、ちょっとすりめなんかつけてみましょうかね、取り分けやすいように、すごくふわふわですね、これやっぱお豆腐ですか、そうそう、それからジューシーでしょ、チーズからねツナ缶のお汁から入ってるからとってもジューシーな感じしませんですね、ね、もうどこを食べてもそう、ね、美味しい、うん、あのチーズチヂミもっていうのも有名だけど、そんな感じがすごくして美味しそうじゃない、はい、ちょっとこのあのこう筋目なんか入れまして、どうぞお召し上がりください、お豆腐を使うと生地が上手にまとまってふわふわに仕上がります、キムチにチーズにツナ、具沢山のチヂミをお楽しみください、
キムチを使ったがっつりレシピが3品出来上がりました。先生、キムチってもうこの赤い色と、うん、もうこの刺激的な香りで、もう作ってる間からちょっと食欲が湧きました。本当にがっつりいただけるので元気に過ごせるなと思いますので、いろんなお料理でこんな風にキムチを上手に活用していきたいなと思います。はい、では今日のレシピのポイントをお願いします。あの京子さんが言った通りで、このキムチを使うことでとっても味付けがしやすかったと思います。で、今スーパーにはキムチいろんなサイズとか小分けにしたものとかいろんなお味のものが出ていますので、皆さんこうお好みのもの、それからお好みのサイズのものをご活用になってお料理楽しんでいただけたらと思います。今日ご紹介したお料理はキムタクそぼろご飯。キムチの旨味とたくあんの甘みが楽しませてくれます。そして豚キムチうどん、お野菜たっぷり、キムチに豚肉の旨味が詰まったうどん、がっつりお楽しみください。そして最後は豆腐とキムチのチヂミ。豆腐が入るのでふわふわ、キムチにチーズ、ツナ、贅沢チヂミをお楽しみください。以上3品です。発酵食品キムチは栄養満点で元気になれます。いろんなお料理で活用してこの時期を元気に過ごしましょう。ではでは皆さんご一緒に、せーの、レッツクック。